はい、ルーシーです。元気争奪戦ときます。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。たくさんリーチして、たくさん積もって、たくさん勝ちたい、簡単に勝ちたい、ハイパイは何とも言えない。このハイパイに点数をつけるなら50点。普通にピンフを目指す。自敗は全部切っていく。なんがラグ。自敗は全部いらないんで、とりあえず切っていきましょう。いや違うんだよ、リャンピン縦とかじゃないんだよな。タンヤを普通にピンフがいいよ。9ピン切りてー。いっ、あ、9ピン切り遅れたっぽい。とっとと切っときゃよかった。こうなったらルーシー選手の鉄壁のディフェンス。リャンピンペー、もう振らない。アンパイしか切らない。アンパイ、リャンピン勝負は9ピンか。あ、ダメだ、急走振りてんだ俺。ダメだダメだ、これはダメだ。9ピンすら切る価値もない。一旦ね、三蔵から切っ、いやなんかもう筋も全部嫌なんだけど。いいピン、ダメだな。何がいい、これローソーか。いやだったら小そうか、いいそうか、ちょっとわからん。はい、入局入局。うーん、キューピンだ。最後にキューピンを切り遅れてた。ちょっと切ってよかったけど、切るタイミングがあったかどうかと言われるとわからない。まあいいでしょう。トンは泣けねえな。なんからションパイルーレットスタート。いきなり捕まる。ペー初チュンというションパイルーレット、いきなり捕まってしまいました。ペーで捕まってしまいました。徹底的に降りましょう。想像で染めてそうなんで、いらない。一応泣こう。想像はね、切りたくないんだ。想像で、いや、ちょっと、いや、9ピンないけど、パーピンをもしかしたら引くかもしれない。想像切り遅れんのもあれだけどな。おっと。悩んで言いそう。トイメン、お前いいシャンテンぐらいだろ。そろそろリーチ飛んでくるだろ。アソがラグ。はあ、これは無理かな。俺上がんの。リーチ、はい、リーチ。まあ9ピンは取るでしょ。ああごめん、飛んでよかったわ。ツモリーチ、ツモピンフドライチ、ドラニマンガン。ダメな時はダメ、しっかり降りることを覚えてください。はい、了解です。セイ、シャーラグったよな今な。ションパイルーレットスタート。まあとりあえず待って、落ち着け。白髪順のションパイル、あ、トンも来た。ションパイルーレット、どうしよう、どれから行こう。チューンから行ってみよう。ションパイルーレット第2弾初、2回目で捕まってしまう。おお、トン重なったぞ。でトン、トイメン切ったぞ。高くないなお前は。行くぞ、ほい。ダメるなこの野郎。初
こいつ初。まあいい、しょうがない。まあこれはもう本一ですね。ありがとうございました。簡単です。はい、ションパイルーレットスタート。君たちションパイを切ったら大体泣かれるぞ。いや、本一しか見ない。まあまあまあ一旦ね。ポンポン。はい、ポン。ションパイルーレット完成。バイマンチャンス。術式順天青、術式順天赤、強式紫、バイマン。なんで飛んでてこないの、なんで飛んでてこないの、これいらない。え、飛んなんてとっとと出ていいだろ、こんなの。いつ知らん、行くぞ。知らん、行くぞ。挙式紫、バイバン。あーれー、なんで飛んでてこないの、深いのこれ。やめどきですね。お疲れ様でした。ロン、スーピン捕まってました。リーチ、ピンフ、ドラドラ、マンガン、メンピン、ドラドラ。俺の挙式紫をかわすなんて、トンが深すぎる。普通にチュンドラ1でいい、ドラドラでいいのかこれは。いいシャンテン。神茶は何やってんだ、そのピンズ。悩む。シャーにするか。うん、チュン泣こうか。なん、ちょっと余計なもん持ってきやがって。あ、なんは切りたくないんだよ。なん切ってリーチ、貫老ピン、最後までポン。ここなら行こう。これで泣かれると、お前が泣くの。なんだ俺、神茶が持ってんのだと思ってたわ。神ちゃんドラを切ってきた。本一で赤ウソもないから、神ちゃんの本一は悪本一ですね。マンガンあるかどうか微妙なとこっすね。俺はどうしたらいい、これは。ロピン、降りよう。さあ降りよう。キューピンは大丈夫。おやまんに振り込んだらバカらしい。やめるか。トイメンに対してやめるか。カミちゃんはね、赤ウソもないからね。つの、はい、すいませんでした。マンガン。マンガン。長え、親が。7万点いってるじゃねえか。ペー、ドライチ。イペーコードライチ。どうするこれ。トン切ろ。ローピーいる、これ。ソーズ払っていくか。間違ってピンズの本質になることもあるような、ないような、ないないないですね。すいませんでした。早いって。もうないよ、アンパイペーだよ。完全撤退の巻ペー。お、ロン、リーチのみですね、それは。長い長い。親やりすぎな。リアンシャンテン。ペ
ンチャン3ピンが早く埋まってくれたら俺頑張れる気がする。シャアポンしない。さすがに俺にションパイルーレットさせるつもりだったか。危ない。てかチューンしか持ってなかった。え、初切ってきた。早くね。とりあえずイーシャンテン。イペコはいらないよね。とりあえずね、リャンゾーはトイメンの空想の筋なんで残しとこう。リーチちょっと待って、こんな形でリーチする？普通なにこれ。リーチだ、いけ一発つぼ。あれ、これラスト、トイメンが3枚持ってる。3品ラス1を一発も。失礼しました、ありがとうございました。さすが MJ です。何これ、ラス1の3品一発もだって。さすが MJ だよな。さ、僕はどうしましょうか。とりあえず神茶飛ばして終わりにしましょうか。早めの決着。トン、ハク、9万でもう足りてるんで、これでいきます。で、イースーソーとサブローピン。もうこの3シャンテン、これを切っていくだけです。あとは、ハツ、ナン、ペーを。順番は、どれでもいい。はい、それ、ポン。ポン。知らないです。この親蹴ったら勝ちなんで泣きます。9万安牌とか言ってられないんで。はい、ツボ。勝ちました。玉戦は勝ちました。あとはトイメンをどうしばき上げるかです。 あとは神茶が国士か数アンコウとか、まあ、国士だね。まずは国士をやってるかどうか確認して、やってなさそうだったら、まあいいや、とりあえず俺をいいわ、もう上がらなくていいや、こんな手めんどくせ、もうやんね、手組まねえ。はい、やんないやんない、国士やってないね。はい、国士ないね。はい、OK。 はい、もうやんない、この手もうやらない、知りません、もういいです、終わりです。はい、なぜ、ちょっと待って、なんでテンパンだよこれ。上がんなくていいよね、これ。トン上がんないよね、上がる。神茶が国士やってない状況だよ、もう負けることほとんどないんだよ。リーチ来そうだな、リーチ来ていいよ、俺もう降りるだけだから。ああ上がろう。マジで手組んでねえんだから、テンパンだよ、マジでめんどくせ。さあ、これこれ逆転されたら俺お嫁に行けないよ、もう。上がんなくていい？よくね、今の玉戦だけを考えるなら。マジでお嫁に行けねえ、こっから国士とか数アンでまくられたら。まあまあ、とりあえず今回もあんま手を組むつもりはないです。いいでしょ。ああやってるよ。ちょっと負ける要素を積み上げて負けるのが、あ、違う、キューピン、シャアラグ。負ける要素はね、積み上げなきゃね、大体負けないから、こういう状況。スーソーラグ。何やってんの？普通に手組んでんの、それ。何？でも断面だよね、そのウーソー。スーソー、トイソトシだよね。最初はスーソー使いながら頑張ろうと思ったけど、やっぱり国士に向かおうかな、的な。ドラが2枚あってもしょうがないだろうと。知らんけど。リーチ来い！カモン。国士じゃないの？何？逆転する気ない、普通に上がろうとしてるだけ。リーチ、はい、降ります、ありがとうございました、ナイスリーチ。まあいいか、差し込んでもいいぐらいなんだけどな。スロー。
リーチ2もドラ1。ありがとうございました。漫画スラドラ1枚。ふぅ、まあこんなもんですわ。最後のトンチートイツ、あれ上がるか上がらないか、皆さんどうかご意見聞かせてください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。